はあ、眠い。イエーイ。あ、そうだそうだ、ドボンをやろうと思った。今日はドボンやりましょう。今日はね、ビットタイムにさ、できなかったんですよ。ちょうどね、がっつりその時間帯仕事しててできなかったので、で今日も夜は無理なので、今からドボンをやっていきたいと思います。じゃあ今から全部2分間隔でやっていきたいと思います。開始はもうちょっとで7分なので8分から全部2分間隔でやっていきます。でみんなよろしく。8分から2分間隔で、でやっていきます。やっていきますよ。わ、眠い。止まらんぜ、あくびが。止まらんぜ、あくびが。昨日寝れんかったんだって。え、全然寝たけど、普通に爆睡やで。常に眠い。で仕事してないと眠いねん。一日中何もしてへんと眠いのよ。多分みんなには分からんけど、みんな仕事ちゃんとしてるから、なんかさ、分かる。暇すぎて眠いのよ。暇すぎて、食べて横になってるしかしてへんけど、まあ今日はちょっとあれ、今度さ、16日にある朗読劇のそのなんていうの、リモートでリハだったんですよ。そう、今日はそれで朝からちょっと昼過ぎぐらいまで、夕方ぐらいか仕事してたけど、でも最近何もしてへんから、ご飯食べておやつ食べて眠たい眠たいなーってぐらいしかないぐらいかな。やばいよね、最近絶対太ったと思う自分でも。ちょっと顔面にさ、肉がついてきてるから、
舞台の稽古始まったら眠れなくなるから舞台のお稽古なんてないよ。ないない、そんなもんないよ。今日だけだし、やったの。次も本番だからさ、 16? だからないない、もうあれで最後、今日で最後。うん、そう、朗読劇だしね今回のは。なんか微妙やな、めちゃくちゃ。そうね、そうじゃない。あ、ちょっと待って、よし終わった。あー無理だった。待つか。そう、12月の舞台の稽古はないです、ないです、ないです。だって12月の稽古は、あ、じゃないじゃない、12月4日に出るあのミステリーもののやつはあれ台本ないですからね。そう、あれは台本がなくて全てアドリブで、なので稽古なんてものは存在しないので、もうなんなら当日その場で、前日ぐらいになんか、あ、こんな感じで進めていきますっていう説明だけされて、当日はい本番ですって感じなんで、あるのは役名と、役名とどういう役か、まあ、私はなんだっけ、小説家、違う、小説家かだったかなっていうだけなので、そう、私はそう、何も台本がないんで稽古なんてないんです。え、マジでさ、初めてなんだけどアドリブとか一番私できないんだが、私基本的に全てのことにおいて事前に何て言うんだろう、決めてある程度固めていかないとできない人なので、それが今回何もないですって言われたら、そんな初めましての人たちの中で絶対に難しいと思う。だって役、自分じゃないし役だし、役でアドリブで謎を解いていかないといけないって超むずくない？やったことないんだけど、なんなら最近演技の仕事全然してへんからさ、キューティーハニー以降全然してへんからさ、演技にも自信ないし、もうなんかやばいねんけど普通に。っていうね、何も知らん、何も知らん、何も分からんから始まるから、むちゃくちゃ緊張する。なんかもうすごいコメントとかでありがたいことで、なんか準備してなんちゃらかんちゃらねって言って、うん、もう準備するのは心の準備ぐらいしかないなーと思いながら出てんけど、そう、そうなんですよ、なかなかね難しいですね。自分じゃなくて役でアドリブで謎を解かないといけないっていうのがなかなか難しい。やったことがないキャラクターだし、やったことのない環境で久しぶりの演技だし、
ていうのはめちゃくちゃ難しいなってめっちゃ思いました。ちなみに私は4日の12月4日の、12時からなんですけども、私はその一人なんですけど、 AKB は12月4日の夜の部はコミさんとナギが出るんですよ。だからなんかコメントになんかすごいなんか心強いねメンバーが、あ、違うなんだっけ、なんか最近ナギちゃんと一緒に仕事することがあって心強いねってコメントがあったら嬉しかったんですけど、いや一緒には出ないから心細いですね、全然全然心細いですね。でなんか大西も出るんですけど、大西は AKB じゃなくて多分事務所の方として出ますね。あのアーシャが私たちの事務所の方じゃなくて、あの大西が入ってる事務所の方のやつで出てたから、そうで一応大西も私の1個前の日3日に出るんですよ。そうでもなんか多分公式の発表の方では、3人ってなってたじゃないですか。それは大西はあのあっちの自分が入ってる所属してる事務所の方で出てるから別だから、AKB のやつの多分あれの中に入ってなかったのかな、ちょっと分かんないですけど、そう元での受けてるところが違うから、そうなんでなんか多分あれのやつでは載ってなかったんだと思います。くくりが違うからだと思いますね。ちなみにね、あのキューティーハニーで一緒にさせていただいたジョニシケイさん、K さんもですね最終日だったかなに出るんですよ。役は私とコミさんと大西は一緒の役なんですけど、でナギだけ大学生で違うんですけど、 K さんもね最終日に違う役であの出演されるらしくて、そうあ一緒に出たかった、なんなら一緒の日が良かったなってすごい思いました。そう一緒に出たかった。そうなかなか難しいなってすごい思いましたね。演技なんて、演技ね、なんか演技ってね間空くとめっちゃ不安になるの。なんか演技舞台を続けてやっていくとなかなか、まあ、うん、舞台はねもう場数踏んで上手くなるからちょっとあれなんだけど、なんか空いちゃうとねすごいね不安になる、演技に関しては。しかもそんなに経験ないし、私ちょっとね緊張するわ、普通に緊張するわ。うん、やっぱ間が空いてないとね、間が空いてるとねちょっと不安になるよね、普通に考えても。だけどさ、まず演技っていう自体も不安だもん、自分別にうち演技うまくないし、そうまだね全然ねもう未知のことが多いから、そう全然不安。あやばい、最初から2ダベ出しちゃった。そうめちゃくちゃ不安なんだよね。大西がさあれあったじゃん、ついこの間までやってた舞台、あれめっちゃ見に行きたかったんだけど、てか下音さん服部だっけ一緒に見に行ってたんでしょ。あーうちも見に行きたかった、超見に行きたかった。なんか YouTube にあのあれゲネプロが上がってるんですよ、あの報道者さんとかが来るゲネプロって、あのこう何て言うんですかね、記者さんとかが出るじゃないですか。でなんかこういうのがありますみたいなって YouTube に上がるじゃないですか。あれ見たのね、めちゃくちゃ大西さ演技うまっ、めっちゃ演技うまっやし、なんかちょっとだけ歌ってるとこ載ってたんやけど歌もうまいし、なんか知らぬ間に大西の演技がなんかどんどんすごい、なんか上から目線とかじゃないねんけど、なんかどんどんすごい上手くなってきたっていうか、魅力的、めっちゃなんかもともとさ普通に上手いなと思ってたけどさ、なんかやっぱいっぱい舞台やってるからさ、すごい経験がすごいからさ、なんかえめちゃすごいと思ってさ、うわめっちゃ見に行きたかった自分もってすごい思いましたね。本当にくそ、うん、私ね大西の
千秋楽の日やったじゃないですか。あの日仕事で無理だった。でもその次の日だったら私仕事がなかったんですよ。もう惜しい、あと1日千秋楽ずれてたら見に行けてたのにと思ってショック。やっちまったぜみたいな感じ。そう、めちゃくちゃあれも 2.5 次元なんか大西すごい 2.5 次元いっぱい出てますね。なんかさ、めちゃくちゃやっぱ 2.5 次元の人のさ舞台とかさ、私初めてそのキューティーハニーの時に出させてもらって思ったけどさ、マジみんな声かわいいね。なんかすごい今回のさ大西が出てたやつもさ、ゲネのやつ見たんだけどさ、アップされてるやつね、なんかすごい声が皆さんかわいいし、なんかすごいやっぱそのキャラクターみたいだね、とっても。そうそうそうなんですよ、大西が出てる舞台って大体有名な舞台です。有名な舞台っていうか、その 2.5 次元で作品自体がもうめちゃくちゃ有名みたいな。ね、ヨルファとかもねすごい有名ですしね、今回のやつもめちゃくちゃ有名なやつですもんね。そうね、なんかすごい、私 2.5 次元は全くもって経験が1回しかないからちょっとわからん。全然 2.5 次元はもう未知すぎて、なんなら普通の舞台、普通の舞台ももう久しくやってへんからな。だってライブエアラインでしょ。でもライブエアラインはミュージカルだったから、で私ほとんどセリフなかったけんさ、ダンサーだったのライブエアラインは。そうだからセリフも4ことぐらいしか、なんかよろしくお願いします、皆さんよろしくお願いします、よろしくお願いいたしますしか言ってないんだよ。だから正直なんかセリフ言ったっていうことは特になくて、そう基本的にダンス踊ってたチャ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 ってバックでねって感じだったから、なんかもうそれよりもっと遡ったら多分舞台キスキスキスとかまで遡るんじゃない、もう何年前って感じ。でもそれもうちうちのやつじゃん、マジムリと一緒でさ、うちうちのやつだからさ、それよりもっと前って言ったらもう覚えてないよ、めちゃくちゃ前よ。何年前、3年前とか、もっと前か、3年ちょっと前とかか。そうっていうぐらいさ前すぎてさ、もうね全然あれだわやばない、もう全然演技なんか外の方との演技っていうのを久しくしてなさすぎて、なんかそれこそだからその今度のさ、今度のさその16にあるやつはさ、みんなメンバーやから、8のメンバーやからいいやん、うちうちやん。でもそのなんか外のお仕事、メンバーがいないってね、12月のやつが超緊張、しかも台本ないし、めっちゃ緊張しちゃう。台本ないっていうのがいっちゃあかんわいっちゃむずいわ自分にとって。アドリブ聞かない女なんですよ。何しろガチガチに固めていってよしっていうタイプなんです。もうアドリブとかしたことないんやけど全てにおいてアドリブなんてしたことない。だから超緊張するよな。若手踏むことって大切ですよ。いや何事にも大切よ、もう全部大切だってさ、仕事だってさ、いろいろさいっぱいいっぱい現場に行って学んでくるやん、最初なんて分からんけど。でもやっぱ現場に行かないとつかめないじゃないですか、何にしても全て。だからやっぱ現場に行くしかないし、もうそんなバラエティにしたって、バラエティなんて完全に爆発踏まないといけないし、もう何ラジオでもそうだし、ラジオでなんか一人だったらまだあれかもしれんけど、その原稿読むとかだったらいっぱい練習してっていうのはあるかもしれんけど、誰かと例えば初めましてのゲストさんとか喋るとか、そういうコミュニケーション能力はやっぱ爆発踏まないと
どうにもならんし、舞台もそうだし、やっぱバカずさんでいっぱいいっぱいいろんな人のうまいの吸収してうまくなっていくしね、もう何にしてもね、やっぱね、経験よ経験、経験がものを言うっていうことわざがある通り、その通りやと思うわ。そう、やっぱりその場所に慣れてないと、やっぱ結局緊張してなんか思ったものが出せなかったりとかするじゃないですか。よく舞台とかね、さこう舞台とかもステージとかもそうやけど、あんなにいっぱい練習したのに結局本番で緊張したりとか、なんかんちゃらかんちゃらしてミスるとかさ、私よくあるんだけどさ、うん、よくあんの私マジで。なんか結局 100% の力を出せないっていうか、ニアミスみたいなしてさ、テストもそうだったけどさ、なんかそういうそういう感じでね、難しいよね本当に。難しいよね、いろいろと。だからすごいオリンピック選手とかはすごいなって思う、めちゃくちゃ。うん、マジですごいわ。髪型かわいい、ありがとう。ちょんまげ、ちょんまげぴょん。そう、素敵なディナー歌ってほしい。もう絶対歌わん絶対歌わん。いいわいいわ。もう本当に緊張しまくったし、もう本当に大変だったな。しかも舞台ないしね、ショールームだと。いやもういいわ、なんかすごいいろいろと頑張った時期だったわ頑張った、めちゃくちゃ。もう毎日のように泣いてたからな、うち本当に懐かしい。覚えてない。泣いてることあるんだ。いやいや、私ね、ロボットとな、ロボットかなんかと勘違いしてません。一応人間なんですけど一応人間なんですけど、それはなかなかない。他のメンバーに比べてはわりかし、なんて言うんでしょうか、あんまり泣かないですし、人前では
泣かないですし、あんまり病んだりもしませんけど、そう、一応人間ですからね。あ、推しメンポイント。私めちゃくちゃでも涙もろいです。もともとすごく最近本当に年取ったなって、涙腺が弱すぎて、なんか30秒とかのやつとかでもマジで感動して泣いてしまう。まあなんか昔からもともと涙腺ガバガバだったなって思ってるんですけど、最近本当にもっとガバガバになってしまった。ちょっとでもか人が頑張ってるの見たりとかするとマジでうるうるきちゃう。ここがこうジーンとしちゃうし、なんかこう感動する、なんか例えばいい話とかのやつとか TikTok とかでさ、なんか流れてきてさ、見たりとかするとマジで涙が出るしさ、なんかアニメとかでもマジで泣けるし、もう本当最近より一層涙腺がガバガバっすね。マジで本当にいい話やわと思いながら見てます。そう、もともとね、うちのママがめちゃくちゃ涙腺が弱い人で、完全に遺伝やわ、涙腺弱めちゃんなの。そう、マジで泣ける、感動するわ。そうね、もらい泣きとかもすごいよね。やっぱ人が泣いてるの見るとさ、泣けてくるよね。ドラマとかでもさ、人がさ泣いてるの見たりとかするとさ、なんか泣けてくるよね。そういうのってあるよね。妹ちゃんも同じさ、知らん、妹は分からんさ、私は妹じゃないからちょっと分からんですね。あくびでよく涙が出ます。私逆にそれで涙出ないんだけど、あくびで涙出たことあんまりないんやけど、あくびでさよく涙出るって言うやん。あくびで涙出ることってさ、めちゃくちゃ少ないの。自分もうなかなか出えへん。なんでなんでって思うぐらいマジでね、なかなかね出ないですね、それに関しては。そう、でも多分いると思いますよ、あくびしても涙出ない人は。目パサついてんで、基本的ドライアイなんで、目はパサパサなんで、基本的にはね。あ、出る時もあるんですけど、出ないことの方が多いですね。まあそんな感じでちょっと今日はこの辺で終了にしたいと思います。ちょっとそろそろもうお時間がやってきてしまいました。はい、というわけで
今日はこの辺で終了にします。もういい時間だ。はい、よっしゃ。13位しんどさん、12位ジェリーさん、11位ヤングさん、9間違えた、10位春太郎さん、9位あきらさん、8位あやちゃん、7位キャリアヤクヤクさん、6位横良さん、5位ふうさん、4位まぼろしさん、3位おかやんさん、2位ちかいしーさん、そして今日の第1位はたかさんです。くしょ。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。明日は、明日ってさ金曜日か。明日は、明日は夕方ぐらいにショールームしたいと思います。はい、なのでまあよかったら見に来てください。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。それではバイバーイ。